なんでこんなに急いでるかというとですね、新幹線のチケットの買い方がわからないんですよ。だから早めに着いておきたいっていう。農福連携とは、障害者など社会の支援を必要とする方が農業分野で活躍することにより、自信や生きがいを創出して社会参画を実現する取り組みです。今回は農福連携の優れた取り組みを表彰する農福アワード2021でグランプリを受賞した三々山城に行ってきました。三々山城は京都府京田辺市にある就労継続支援 B 型の施設です。主に聴覚障害者、他に精神障害者や知的障害者など毎日約20人が農業、カフェ、食品加工、販売などの作業を行っています。きつすぎたらダメってことだ。ちょっと緩く、OK です。これぐらい、OK です。軽く掘って、水が入るように、こうした方がいいわけですね。わかりました。作業に関してはもう一切もう妥協しなしで、もう農家の息子としての、農家なんですね。やっぱりここはプライドを出して行こうと思うから。ちなみに何の農家なんですか？米農家。今日あんま関係ないかもしれないですね。そうだね、あまり関係ないけど。ちょっと今日ダメですね、それ。ここは就労継続支援 B 型とは、障害のある方が一般企業などでの就職が困難な場合に就労訓練を行って働く場を提供する障害福祉サービスの形です。障害や体調に合わせて無理のない範囲の仕事ができること、自分のペースで働くことができるっていう特徴があります。これは何だ？これは何ですか？おいしい。また覚えました。雇用契約を結んでいないので、支払われる給料は賃金ではなく工賃と呼び、作業量に応じた金額が支払われます。三々山城では作業量に応じた工賃に加え、施設の利用者が作るマスクやランチなど、ここで売られているものの売り上げも利用者の工賃に反映されています。じゃあ僕も応援させていただきますので。ありがとうございます。いいですか、1枚。もともと M サイズの人だったんですけど、もう社会人になって太ってそうなんですか。太ってちょっと君からさんはね、もっとあるのか。聴覚に障害がある老者が8割を占める三々山城では、手話が第一言語です。上原さんも三々山城の創立のメンバーっていうふうにお聞きしたんですけど、今後三々山城っていうのをどういうふうにしていきたいとか、今後の展望ってありますか？設立からこれまで11年ぐらい経過しましたけども、少しずつ本当に一気に変わったわけじゃなくて、少しずつ三々は発展していったというか、変わっていったんですね。でやっぱりでも今もまだ試行錯誤中で、完璧な農業じゃないと思いますし、少しずつまだこれからも変わっていけたら、でそれは自分たちだけの力ではなかなか難しいので、地元の人と関わりながら JA さんとか普及センターの方からとかも指導を受けて、でまた老者だけじゃなくて、引きこもりの方とか知的障害の方とか、いろんな人を受け入れて、お互いがこう支え合って農業していけたらなと思います。ここでは手話で気兼ねなくコミュニケーションが取れるところが楽なんですと新面さんはおっしゃっていました。三々山城は地域にとってかけがえのない存在です。高齢などの理由で管理ができなくなった近隣の農地を三々山城が引き継いで、荒廃農地の解消にも一役買っております。三々山城の考えは、障害者も地域を支える一員であること、障害者は必ずしも支援されるだけの存在ではなく、私たちが地域を支えて地域にとってなくては困る存在になること、それがモットーです。すいません、どうも、白石、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は農業の手伝い、撮影させていただいたんですけど、皆さん、ありがとうございました。白いシャツも皆さんに似合ってるって言われて、とっても嬉しかったです。
可愛いですか。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。